いやビール飲みたい。ムツコです。今セントラルパーク南にいます。ニューヨークにもやっと春がやってきたので、今日はお花見をしようと思ってここに来ました。馬車がいます。ここの馬車150年も続いているニューヨークの伝統なんです。はい、でも新しい市長さんが廃止しようとしていて、議会で決まるまでに3年くらいかかりますので、あと3年くらいはあそこに行けば馬車が見ることができます。ニューヨークは馬が住む環境じゃないとか、馬のために良くないってことみたいです。でもマンハッタンのど真ん中で警察官が馬でパトロールとかしてるんですよ。渋滞がすごいので馬が便利なんです。それに高いところから見下ろせるし。パークはたまに来るんですけど、ここに桜を見に来るのは初めてです。ちょっとどこにあるのかわかんないんですけど、ここからちょっと遠いみたいです。日本から来た桜です。かなり遠くまで来ましたが、まだ桜の咲いてるところの場所にたどり着きません。ピンクの桜がまだ咲いてないみたいなんですけど、あそこに白いのが、白っぽい桜が見えてます。いやそれにしてもすごい歩きすぎました。見てください。さっき私が最初にいたところがそこのビルの立ち並んでるあたりになります。いやー確かにこのチャンネルはウォーキングニューヨークなんですけれど、いくらなんでもこれは歩きすぎでしょう。咲いてますね。すごい綺麗です。それにしても今日はすっごい歩きました。本当は日本みたいに座って飲み食いしたいんですけど、アメリカは外でお酒飲んじゃいけないんで、お酒が飲めないのがすごい残念です。いやビール飲みたい。やっぱりお花見はお酒がないとダメです。チェリーペプシです。思ってた以上にセントラルパークが広くて、もうとてもじゃないけど回りきれないほどすごい広かったんですけれども、また今度いろんなところの場所を回ってみたいと思います。いやでも今日は本当に来てよかった。まだ帰りませんよ。
今から別の場所に行きたいと思います。それではまたこの続きは次のビデオで、バイバイ。こんにちは、息子です。今セントラルパーク南にいます。ニューヨークにもやっと春がやってきたので、今日は